はいどうもウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。ということで今回はこちらになっておりますね。えー、WordPress2021 年ブログ最強テーマ「国運」ということでですね、国、ま、運、あの設定を一つずつ見ていきながらいろいろいろ解説しながらですね、あのまあ楽しく一緒に見ていこうというふうなです、ね、コーナーになっているんですけども、まあ、その中でですね、いろんな学びをですねたくさん、ね、できたらいいなというふうに思っております。 はい。ではですね、今回ね、まあ簡単な自己紹介、毎度のことなんですけども、載せておきます。まあ、興味がある方は見られておいてください。ということで、早速ね、ダッシュボードの方に行きたいというふうに思います。今回はこちらですね、えっ、ー、と、国運設定の中のヘッダーについて。 ねまあ、スキンについてと全体についてとは、ねまあ、別の動画でやりましたので今回ヘッダーっていうところに、ね、ついてやっていきたいなというふうに思います、まあ、あのこの「コックーン」という、ね、あのテーマはです、ね、このテーマのマニュアルがです、ね、めちゃくちゃあのすごくできててこのテーマのマニュアルを全部ね読み解くことができたらブログに関することっていうのはです、ね、大体、ね、もうしっかりほとんどのことが把握できてるんじゃないかっていうぐらいですね 超絶なね、素晴らしいマニュアルとなっておりますが、今回はどういうふうなことをやっていくのか。ね、このね、今回のダーっていう流れはですね、一緒にこれね、一個一個のタブを見ていきながら、それのね、簡単なね、こんな感じですよ、あんな感じですよっていう説明をしながらですね、そこで出てくるいろんなキーワード、 について話をですね、膨らましていって、ウェブに来たウェブサイトやですね、ブログに関する理解をどんどん深めていこうというふうなですね、趣旨となっております。今回このヘッダーですね、やっていきますね。まあこのヘッダーですね、まあ、ヘッダーってそもそも何なのかっていうと、ヘッダーって一番上の部分だって思ってもらったらいいです。この一番上のここの部分をヘッダーって言います。ヘッダー。ヘッドの部分、頭の部分ですね。ついでに言うと、この一番下の,のところのことをフッターって言います。ここ。 これフッターこれヘッダーっていいますでこのヘッダーのことがですねここに書いてあるわけですよよいしょはいであのー、多分この刻印設定で一番初めにやるのって僕ねこのヘッダーなんじゃないかなと思うんですよねヘッダーやること多いです このヘッダーとタイトルとアピールエリアってのがね、これ初期設定でやった方がいいよって僕ね、いつも言ってるんですけども、まあ、この3つは特にね、やること多いんじゃないかなというふうに思います。で、これですね、ヘッダーのレイアウト、センターロゴって書いてるので、真ん中にありますよね。こんな感じ、真ん中。で、このテーマの場合がですね、この国運のテーマの場合は、センターロゴとトップメニューってなってるんですよ。 これセンターロロゴゴとレフトロゴっていう風に、ね、見てもいいいうにね見もですこれが真ん中寄せこの下の4つがですね左寄せだと思ってください左寄せの中でメニューが同じように左寄せ左寄せの中でメニューが右寄せみたいなこの2つ見ると分かるんじゃないんですかこれにしてね変えると左によるんですよねこうやってでこれなんかこの辺の位置にあるでしょ 1まあ一個だからですね、いくつかメニューがあるとね、きれいにね、整ってると思います。で、この差見てくださいね、この差。これと、右寄せね、トップメニュー右寄せってすると、これ一番右に行くんですよね、メニューが。バーンって。これが右寄せです。はい。 なので、これは真ん中のロゴなのか、左のロゴなのかっていう風な見方でね、見てもらえるといいんじゃないかなっていう風によっにいつも思ってますね。でね、これヘッダー固定する、固定するとですね、あの、結構、あの、あるじゃないですか、この、ここが進む、こういう風に動いてるのが、固定をすると、固定が見れないのかなそれとも動いてないのかちょっと分かりませんが、うまくいかないですね。 多分ここにいると思うんですね。いたいたいた。あの、いるけど、これで見えてないだけなんですよね。これちゃんと、あのー、お客さんというかですね、見に来る人にとっては、ここにこういう風なのがね、わかると思います。ただ、この、今ね、わかりにくいだけで、わかりにくいだけでありますので、ね、こういう風に。っていうところがですね、これ、ロゴを固定するかどうか。 ね、で高さセンターロゴの時って結構高さちょうどいいといえばちょうどいいじゃないですかでも先ほどのねトップメニューとかにするとすごく小さくなりましたよねこうやってこれで十分なんですが細すぎるかなって思う方はここで、まあ、70ピクセルとかですね80にしちゃった80にしちゃったので,で太くしてあげる少し。 っていうのもですね、一つの手かなというふうに思います。モバイルの時も変えたければね、あのパソコンの時、モバイルの時。で、このロゴのサイズ、これね、めっちゃ大きなロゴなんですよ。本当はね、ビヨーンって。これ抜きましょうか。ロゴのサイズを何も指定しなかったら、その画像のサイズが出るので、うわー、そうか。これだとできない出ないんだ。 ちょっとね、こっちにすると分かりますねセンターロゴめっちゃでかいでしょインパクト大みたいなね感じなんですけどもこれを、あのー、横幅でまあ、縦でもいいんですけど横幅でね指定してあげると,、えー、と例えば300って先ほどやってたやつですねあの横幅300ピクセルの間にね縮めてよっていう風な話でですね300ピクセルとかにしてあげると 無事綺麗にいい感じに表示されるとでキャッチフレーズの配置今ヘッダーボトムにしてるので上にいないですねあいるいるけど見えないだけなんだここいますよね本当はここにねなんか隠してるみたいでやだなこれするとねあんまいいことないのでちょっと黒にしときましょうか よいしょ。あ出てきた出てきた。これ。これがいる人といらない人っていうのがいると思うんですよ。これね、いらない人はここで消せますよっていうのがこれの意味です。表示しないにしたら消えますし、ヘッダーボトムにしたら下につきます。ヘッダーね、トップにしたら上につきます。表示しない。なんてすると。 なくなりますねしこれを下にすると下にきますこれただねスキンによってはねこれが変になるやつもねあるんですよまあ、スキンのあの紹介してる時のやつを見たらわかると思うんですけどもこんな感じ下に来ます、まあ、スキンにねこの辺まで細かく設定できますよとまあ、とにかくねこのコクーンっていうテーマはですね使う人側に立って その人が何でも選択できるようにってしてます。逆に言うと、個人的にはそういうのがもうすごく好きなんですけど、まあ別に自分でね書きゃいいから別に書いてもいいんですが、あのー、個人的にはですね、すごく何でもオプションで選べるっていうのは好きなタイプなんで、あれなんですが、あのね、選んでほしい人にとってはめちゃくちゃめんどくさいと思います。全部やんなきゃいけないのって感じです。 の言い方変えるとね全部一から自分でやんなきゃいけないんだっていう感じがするかもしれないですねでここね画像を入れることもできます画像を設定してあげるとこういうふうにうわ綺麗だなうんできますでここもねアピールエリアって言ってここも画像を設定できるんですが、まあ、両方に設定する こともできるし片っぽだけ設定してあげるることもできるしっていう感じじゃないですかね。例えばこの下のアピールエリアがいらないっていうふうにしてこれをね少し高さを大きくしてあげるなんていうこともですねできます。ほんとまあ至れり尽くせりみたいなねテーマですよね。スマホで見たらこんな感じ。はい。 個人的にはでもですね、あんまりヘッダーの背景画像って使わないんですよね。うん。なんかデザインしにくくて。まあ、でもですね、一発でパンってあの色が変わるので、まあまあまあそれはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あとは色関係ですね。色関係、色関係。うん。グローバルメニューの色ってなると、ここのことですね。グローバルメニュー、これ。ここのコーナー。ここのコーナーの背景色と、 文字色でグローバルナビの幅っていうのはこれ一個一個の幅ですね。これ。これの一個一個の幅。 大きくしたりね小さくしたりっていうそこまでね結構細かく入れますからねなかなかないですよね。でこれこのチェック入れるとですねメニューが3つぐらいあった時にこれって176ってしてたら3つあっても176176176なんですけどもメニュー幅をテキストに合わせるってすると一個一個のねメニューのサイズってのはバラバラになります。 バラバラになるけど、あのー、文字サイズとね合わされることができるので、まあ、どっちがいいかは本当にここで決めていいんじゃないんですかねはいでサブメニューっていうのはグローバルメニューをこの辺やりましょうかねなんか1個しかないからなかなかねできてないんですけどこうやっていっぱい入れるんですよ、ね、メニューが でこれちょっとこの,この辺とかね奥に置いときましょうかこういうふうに並ぶんですよメニューがねメニューが並ぶでこれですサブメニューこれの長さが今240あるよっていう感じですで全部お問い合わせになっちゃいましたねお問い合わせしかここに並んでないみたいなでまたこれにさ下に説明文入れちゃったから余計分かりにくいので説明消しとくと こここんな感じがここ、ね、メニュー幅をテキストに合わせるを外すとね一個一個のサイズが揃います。こうやって同じサイズ分空いて揃います。ね、という風になってます。 ま個人的にはこのままでいいんじゃないかという風に思います。変えたい人だけちょこっと変えたらいいんじゃないかな。うんということで今回はこのヘッダーの設定についてまいろいろ見ていきながらねえっ、ー、といろんなことについての。 ウェブサイトやですねいろんなことについての「理解を深めました、まあ、この国音っていうテーマはとにかくですね設定できる項目が多いですこれ通常ですね僕らみたいな制作者からすると、あのー、コードでね全部書いていくことなんですよここの色は何色とかここのサイズは何とかね全部書いていくことを誰にでも使えるようにこういうふうに表に出してくれてますそれで全部じゃないにしろかなりね主要なところはあの自分でカスタマイズができるようにしてくれてる優秀なテーマっていうふうにね 思ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はヘッダーで見ていきました。ということですあのここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。まあ、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思いますし、まあ、概要欄にもですね、参考サイトや情報を載せていますのでこちらもね、合わせてご覧いただければなというふうに思います。ということで今回はここまでです。